ロバート・ウォーカー・ジュニアは、アメリカ・ニューヨークシクイーンズ出身の俳優、ロバート・ウォーカーとクレジットされることもある。アルフレッド・ヒッチコック監督の、見知らぬ乗客で知られる俳優ロバート・ウォーカーと1940年代から1950年代に、かけて活躍した、大女優、ジェニファー・ジョーンズとの間に生まれた長男、弟・マイケル・ウォーカーも俳優。父親によく似ており、デビュー当時は、 周囲からも期待されたが、常に暴風と比較される上、映画では作品自体に恵まれなかったこともあり、目立った実績を残せなかった。しかし、数多くのテレビドラマに出演している。1940年4月15日、ニューヨークのクイーンズで当時はまだ駆け出しの俳優だった、ロバート・ウォーカーとフィリスリーイスリーの間の長男として生まれる。1941年に、 弟マイケルが誕生した後、母がハリウッドを代表する名プロデューサー、デビッド・オーセルズニックの目に留まったことから両親と共にハリウッドに移る。セルズニックの後押しで両親がそれぞれハリウッドデビューを果たし、母はデビュー作、聖書所でいきなりアカデミー主演女優賞を受賞する。しかし、当時すでに母とセルズニックが不倫関係にあったことから、 両親は1943年に別居、1945年に離婚し、弟ともに母親に引き取られる。1949年に母親がセルズニックと再婚し、セルズニックが義父となる。ジップ・ロバート・ウォーカーは1951年に32歳で急死した。1957年にテレビドラマ、ファーストパフォーマンスに、早くで出演する。 1960年代に入ると、ニューヨークのアクターズスタジオで演技を学び、その頃最初の妻エリーウッドと結婚、後に二人の間には三人の子が生まれる。1962年に、人気テレビシリーズ、ルート66にゲスト出演し、以降、様々なテレビドラマに出演する。1964年の主演映画、ミスター・パルバーが告評され、キャリアに大きな傷を残す。 この映画は、ジャック・レモンがアカデミー助演男優賞を受賞したミスター・ロバーツの続編であり、レモンが演じたパルバーを主人公とした作品であることから、レモンの演技と比較されることが確実な作品だった。その後も映画には出演するが、いずれも目立った実績にはならず、活動の中心はテレビに戻る。ありがとうございます。